ましてこんばんは。こんばんは。はい、今日は富田盛俊朝礼委員長にお越しいただきまして、12月11日金曜日のモーニングセミナーの法話の事前のお話ということでいろいろお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。富田候補委員長、朝礼委員長ですね。富田朝礼委員長、今回のテーマは倫理と出会い朝礼委員長としてっていうテーマだと思うんですけども、はい、まず倫理との出会いについてちょっとここでもお話聞いてもいいですか。あ、どうぞ。どのような経緯で倫理法人会に入会するきっかけになったのか教えてもらえますか。独立開業し始めて間もない頃に Facebook で知り合った方からの紹介です。Facebook でですか。はい、はい、何年前ぐらいになるんですか。もう、8年目になったかな、9年目かな。はい、はい、結構やってますね。はい、おかげさまで。今は県の朝礼委員長っていう形でいろいろ活躍されてると思うんですけども、この朝礼委員長に任命されたというか、そのような役職を得られたっていうのは何かこれもきっかけがあったんですか。きっかけというか来たことを素直に受けたっていう形になりますね。富田さんの会社で朝礼をいろいろ頑張ってたとかそういうこともあるんですか。実は会社の方では自分と代表しかいないんで、あと出社義務がないフレックスな事業になってるもんですから、で、それで、会社で実際にやってるっていうわけではないです。そうなんですね。はい、その時期も特にやってないけど朝礼委員長はやってみようということで。そうですね、来たチャンスチャレンジをしたっていう形ですね。なるほど、ありがとうございます。でこれまでじゃあいろいろ朝礼の指導ということで企業訪問されたと思うんですけど、はい、その中で満足感があったなとかここの企業訪問は良かったなっていう、企業さんもしあれば教えてもらえますか。そうですね、どの企業もそうなんですけどやればやるほど皆さんが成長し続けてるっていうのは感じます。成長っていうのかな、変化っていうのかな、変わっていっていうのを実感してます。それはやっぱり社長さんだけじゃなくて、社員皆さんがいろいろどんどん朝礼をやることでどんどん変わっていくっていう感じですかね。そうですね、特に顕著なのが社員さんの方ですか。社員さんが、分かりやすいのが、女性の方なんですけど、声が、大きい声が出せないっていう普通にありますよね。はい、そういう方々が毎日の朝礼をやることによって職場の教養を臨読するとかいうようなことをやり続けると、なかなか自分から発表するっていうことができなかった方々が率先して、挨拶とか発表をする機会が増えるんでできるようになったっていう方が多いですね。女性の方でやっぱり人前で喋るとか苦手な方多いので、そういう方がどんどん変わっていくっていうのはやっぱり朝礼、プロクト朝礼のすごさだなと思いますね。そうですね、はい。で、あとはいろんな企業さん回ってでこっちちょっと大変だったなとかこの企業はなかなか難しかったなみたいなそういう企業さんいらっしゃいますか。やっぱりどの企業もそうなんですが最初は皆さん抵抗はあります。なんだか軍隊みたいだとか、体育系だねっていう感じであるんですけど、でも実際にやり始めて、その違い軍隊ではないですよという部分とかそういうことを紐解いて話をすると皆さん理解していただいて、あ、
自分が今よりより良くなるんであったらチャレンジしてみようとか、ちょっと昨日よりは今日大きい声出してみようとか、そういう日々の積み重ねが、最終的に1年後2年後大きい成長に変わっているのを見させていただいてます。やはり僕も、活力調理の意義というか力もやっぱり最初に説明されて、それをみんな理解したら、こう合わせるっていうのが、軍隊とは違ってやっぱりみんなと気持ちを合わせるっていうのが、大事だっていうのが多分分かってきて、やっぱり徐々にこうね、やっぱ最初は嫌々ながらやってても、合わせることってやっぱ気持ちいいですから、ね、人間はどうしてもやっぱりのめり込んでいって、多分どんどん自分からこういうふうにしたらいいんじゃないかとかね、言い出す社員さんもいたら、もうすごいその会社は発展するでしょうね。まさにその通りです。今まで発言できなかった人が率先して発言するっていうことの自分自身への自信であったり、そしてやりがい、やる気っていうのがどん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 向上してるのを感じます。そうですね、はい、じゃあこのやっぱ活力朝礼はもう企業であればぜひ取り入れて いただきたい朝礼ではあるんですけども、やっぱり社長さんとしては、やってみたいんだけど、どうしてもこうなんか難しいなとか、なんかそういう思いがある社長さんもいらっしゃると思うんで、もし入れようと決めた社長さんがいたら、こういうふうにやったらいいんじゃないかっていう、なんかちょっとしたアドバイスでもあればお願いできますか？そうですね、まずは、最初から厳しくやるのではなく、正しくやるっていうよりも楽しくやるっていうのを意識してもらえれば、社員さんの皆さんにも浸透しやすいかと思います。やっぱ楽しいのが一番まずは大事と。そうですね、そうすれば、徐々に、合わなくてもだんだん揃ってはいきますから、ね、楽しくないと、参加もしたくないしね。そうです、はい、なるほど、ありがとうございました。じゃあ、あとはもうちょっともう細かいところはまたそのモーニングセミナーの方でお伺いしたいと思いますので、モーニングセミナーに参加する方のために何か最後に一言お願いします。大丈夫です、成長できます。成長できる朝礼のやり方、方法、秘訣を講案の中で話できればなと感じてますので、ぜひお楽しみにされてください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ12月11日金曜日楽しみにしておりますので、この講話はまた集合型でもやりますし、Zoom でもいろんなところが参加できるようにしますので、多くの方に見に来てもらえたらと思います。では富田森俊広報委員長富田森俊朝礼委員長、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。